書いてて、あさっての5周年コンサートは晴れるそうです、広島。待って、めっちゃ目が乾燥する 今日はちょっと配信短めにはなるんですけれども、11時半ぐらいまでにしたいと思います。はーい。あ、そう、花誰公園、花は誰のもの公園の香川の、初日の日ですね。初日の公演、私メンバーに選ばれました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。いつも応援してくださってありがとうございます。香川に行きます。おめでとう、ありがとうございます。嬉しいです、私も。そうなんですよ。今のところ4つ公演が発表されてるのかな。全部出演させてもらいます。ありがとうございます。私は 僕隊で初日を逃して、その時に悔しい思いをしたので、でもあの時に私は、選ばれてたと、僕隊の初日メンバーに選ばれてたとしても頑張ってたと思うけど、逆にその選ばれなかった時の悔しさとか、結構こう下からよじ登ってきた 這い上がってこれたのはやっぱりそういう経験が大きいなと思います。嬉しい。今は本当に「誰」とか「花は誰のもの」とかの衣装に自分の名前が書いてあって、この状況がずっと続いたらいいなって思ってる。苦労なのか何なのか、でも私は結構なんか下から 下からこう登っていく感覚、なんか課題が目の前にある方がきっと成長できるタイプ、頑張れるタイプなのかなと思います。これからも皆さん応援よろしくお願いします 改めて、はい、香川の公演初日頑張ります。明日はカラーズ、シーンさん、通販サイトシーンさんの提供のファッションライブイベント、カラーズがブルーライブ広島で開催されます。楽しみです。今日はいろいろとライブの合わせみたいなのをしました。あとは5周年のリハーサルとかやったりしました。そうですね、明日行きます。お、楽しみにしててください。緊張しちゃう、いろいろと お疲れ様です、ありがとう。ドレスコードはね、そう、青なんですよ。こんばんは。
あさってはあれですね、とうとうあれですねあれですね、とうとう5周年ですね。楽しみです。例のあのコンサートですね、グリーンアリーナで開かれるという、行われるという、あのあれがやってきますねついに正解です。はい、5周年コンサート楽しみましょう。明日からあれですよね、サンクンガーデンで前夜祭的なイベントが始まりますね。いいな、私もちょっとそれに参加したかったあれとかそれとかあのイベント参加したかったです。10日はね、5周年のね前にね、のど自慢に出たりしますので、そちらの放送ご覧ください。ちょっとね、楽しみも多いんだけど、その分やっぱり大変大変な状況です結構ね忙しくてね、目まぐるしい、だいぶちょっとね疲れが溜まってきてます結構ね、もうずっと休みがない状態なので、いろいろと一段落したら、ゆっくり休みたいと思うんですけど、でもね、もうずっとね、多分もうあんまり休みがない、忙しくてかなり疲れが溜まってきてる。ありがたいことなんですけどね、お仕事があることはすごくありがたくて、私は暇より忙しい方が好きなんですけど、それにしてもちょっと今はなんか忙殺されてる感じがそうなんですよね。12日はフェスがあります。13は何もないけど、14日もまたフェスがあって、15日なんかあったよね。で16日もちょっとお仕事が、大事なお仕事があります。17は山中湖で、でもここでなんかへばってたら飽きまへんな飽きまへんで、あかんで、こんなところでへこたれてたら何にもできん。忙しいって泣いてたら何にもできん、あかんで、はい、そんな感じで私たち頑張っているので、コンサート、フェス、公演、ぜひ楽しみに待っててもらえたらと思います。大変だけど、でもやっぱ本当にね、なんかいつも思う、こんなにこういろんなところで私を使っていただけて、いや本当にありがたいことです。ありがとうございます。みんなも見に来てくれてありがとう、いつも。こんばんは。汗と雨でベタベタそう、嬉しいけどね、やっぱ楽しいこととか嬉しいことにもさ、
体力使うじゃないですか。全部が全部ハッピーなことばかり起きるかというとそうでもなかったりするし、頼りにされているって思って頑張るんですけど、無理しすぎないでね。ありがとうございます。そうですね、そしてあとなんか、あ、そうだそうだ、あれだ、今日スチューデンツ放送されます。広島では12時半から 今週も私出演してるのでご覧ください。あと、あ、月曜日再販が最終第5再販の最終受付があります。月曜日11日13時です、締め切り9月10日土曜日の6時間目乾杯を出したいと思っています。皆さんご協力よろしくお願いします。いや、7月の分も8月の分も完売目指してますって言って、この分完売目指してますって言ってて、それがなんかね、皆さんのご協力のおかげで2日とも完売が出ましてありがたいです。本当にたび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 、ちょっと堅苦しいかな、たびたびお願いばかりではありますが、ぜひ私と、コスプレをしている私と9月10日6時間目完売させたいのでよろしくお願いします。でも、あ、ありがとう、申し込んでくれて嬉しい。たびたびでもね、それこうやってお願いしてる分、皆さんには私を推してて幸せになってもらえた、てかもう私を推してたらもう幸せになるっていう愛小路教の教えなんですけど、はいもうそうさせるので、あれ15分経ちましたか？まだ経ってないですか？まだですか？愛小路教やばくないですよ。あ、まだ知らない方もいらっしゃいますか？愛小路教というものではご説明させていただきますですね、まず新しく商品も販売することになりました。愛小路温泉、愛小路温泉というものがございまして、そちらを愛小路温泉いつも年中無休で、はい、開かせてもらってます。そしてですね、今回愛小路温泉のハンカチでしたかね、はい、商品化されることになりました。はい、ありがとうございます。ちなみに愛小路温泉っていうのは愛小路沼だとちょっとこうズブズブこうちょっとなんだろう、ズブズブした感じで、沼だとちょっとドロドロしてるので、温泉でゆっくり使って疲れを癒し
ってもらい、癒し、癒、癒、癒せたらなっていう、はい、感じですね。さっぱりしていただきたい。はい。ポカポカしていただきたい。っていう気持ちを込めて、愛湖寺温泉にしてます。そして、愛湖寺温泉に入られた方は、愛湖寺経という、ものに入っていただく、まあ、強制なんですけども、はい。まあ、その愛湖寺経に入ればみんな幸せになれます。はい、大丈夫です。私が保証します。はい、早口怖いそんな感じですどんな感じ。それではレッスン終わりの汗だく小路でお邪魔しましたお邪魔しました失礼しました。それでは15分経ちましたのでランキング読みたいと思います。13位うりんちゃん、12位こじさとさん、11位しのっちさん、10位ひげめがねさん、9位ゆうさん、8位旭川の白ふくろうさん、7位フラペチーノさん、6位ソリオさん、5位ユンチョマルさん、4位くじまささん、3位カタカナのタカさん、2位世紀末の人間さん、そして1位はエルビアンカさんでした。ありがとうございました。ちょっとね、毎日配信私やってるんですけど、チケットがもうなくなっちゃったんで、今日チケット使って配信お休みした方がいいかなって思ってたんですけど、ちょっと前チケットがなくなってたので、配信を、そうなんですよ、だからちょっとしないと配信が、毎日配信が途切れるところだったので、はい、チケット切れでしたそうそうそう、入信を検討させていただく、あ、お待ちしております。はい、お話し会再販中なので、皆さんぜひご協力お願いします。そして明日のカラーズ、もう何が何でも楽しみます。嬉しい。衣装とかもライブとかもすごい楽しみにしててね。今日ね合わせてきたんですよ、いろいろと。楽しみです。はい、それではこの後スチューデンツ見てねそして公演チケット販売されるので来て申し込んでね。それではまた明日、おやすみ。ありがとう、見に来てくれて。ゆっくり寝てください。たくさん疲れを癒して、5周年に備えて、明日に備えてね。バイバイ。おやすみー。